ショーン・ヘイズは、アメリカ合衆国出身の俳優、プロデューサー、コメディアン。イリノイ州シカゴ出身のアイルランド系。イリノイ州立大学で音楽と演劇を学ぶ。その後は、ピアノ奏者として働き、地元の劇団の演出家としても活動する。シカゴのステッペン・ウルフ・シアター・カンパニーのために作曲をしたり、即興劇団のセカンド・シティに参加したりもした。 1995年にロサンゼルスに移り、コマーシャルに出演したり、スタンダップコメディの舞台に立つなどするようになる。1998年から8年間続いた人気コメディシリーズ、二人は友達ウィルグレースでエキセントリックな芸のジャックを演じて人気を博した。俳優業以外では2010年に第64回。 ドニー賞受賞式で司会を務めたほか、ホットインクリーブランド、グリム、グリムの共同制作葬式も行っている。2010年3月、雑誌、アドボケートのインタビューに応じ、自身がゲイであることを、カミングアウト。パートナーの男性の存在も、明らかにした。シーンヘイズ、iamwhoiam-advocate.com。ありがとうございます。